元亀元年1570年6月19日、近江の国、姉川、尾張から天下布武を唱えた織田信長は岐阜を出立し、同日、美濃との国境に位置する竹比べ城に入城する。織田軍の数は約3万。一方、織谷城にこもる浅井軍は約5000。朝倉家からの援軍を待ちつつの籠城策を取る。この時点で織田軍の方が兵力的に有利だが、難攻不落と言われた山城である小谷城を力攻めで落とすには信長にとって分が悪い。6月21日、なんとか小谷城から浅井軍を引きずり出したい信長は、小谷城から南西に位置する虎御前山に布陣し、ひとしきり小谷城を睨んだ後、配下の柴田勝家、羽柴秀吉、丹羽長秀らに命じて、小谷城の城下町を広範囲にわたって焼き払わせる。それでも動かない浅井軍を見た信長は、6月23日、しんがりとしてさっさ成政らに鉄砲隊500、弓兵30を率いさせ、一旦後退する。6月24日、信長は小谷城とは姉川を隔てて南東にある横山城を包囲し、信長自身は龍ヶ鼻に布陣する。6月25日、浅井方に朝倉景武率いる8000の援軍が到着し、朝倉勢は小谷城を経て南南東にある大寄山に布陣する。ここで浅井軍5000も小谷城から出陣する。6月26日、さらに徳川家康約5000が龍ヶ鼻に着到。ここに織田徳川も集結し、6月28日姉川を向かい合い、両軍激しい睨み合いの中、織田徳川3万5000対浅井朝倉1万3000の行き詰まる激しい野戦が開始され、両軍押しつ押されつつの中、徳川軍の榊原康政が迂回して姉川を溶かし、見事朝倉軍の側面を突き、戦局を劇的に有利にさせ、山を乱して敗走させたというのがこれまでの通説であった。ところが近年の研究において、両軍の合戦の駆け引きが細かく分析され、この合戦がいかに信長が軍事面においても優れた戦略眼を持っていたかということを証明した合戦だったようだ。その様子を地形図を使ってじっくり解説していこう。永禄13年、1570年4月20日、信長は越前の朝倉義景を討つべく、徳川家康と共に京から出陣する。その数およそ3万。なお、この軍勢には織田軍の帰化の近畿地方の武将池田勝政、松永久秀や公家である日野照助、飛鳥井正常も従軍している。また出陣中の4月23日に元号が元亀に改元されている。当時の信長は関所の廃止や寺領の限定、楽市楽座の各施策により、それぞれの既得権益を持っていた寺社仏閣や一部の商人たちから相当な恨みを持たれていた。そしてそれらを庇護し厚遇していた大名も例外ではなく、越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄、越前の朝倉義景らからも相当な反感を持たれていた。小アッパが虎尺な真似をしおって。そしてここにもう一人重要人物がいる。京で信長の傀儡となり果てた足利義明である。義明は信長嫌いの大名たちを煽り、御内省を乱発することによって反感から敵意を引き出すことに成功する。義明が特に期待していたのは越後の上杉謙信であった。だがしかし謙信は関東出兵や武田との戦、寺領内での一騎制圧に手間取り、なかなか単独で身動きが取れない。そこで義明は謙信が動きやすいように京へ上洛する街道の途中にある朝倉家に、謙信が軍事行動を起こす際には協力するという約束を引き出すことに成功する。ところが信長とてその策略は当然気づいている。信長自身も謙信の強さを十分警戒しているので、上杉朝倉連合軍が結成される前に朝倉攻めを敢行しようと決断した。これが世に言う金ヶ崎の戦いへの経緯である。4月20日に京を出発した織田徳川連合軍は朽木若狭を経て25日天筒山城を攻撃。翌日26日には敦賀の金ヶ崎城を攻略する。このまま越前の一条谷城まで迫る勢いだったが、突然信長のもとへ浅井長政の裏切りを知らせる急報がもたらされる。おのれ長政め、恩をあだで返す気か。これは信長にとって全く寝耳に水のことだった。信頼していた義弟の突然の寝返り、この時の信長の心情はいかほどだっただろうか。
しかし時代の風雲児信長の決断は早かった。即刻陣の引き上げを決意し、わずかな共回りを従えて単独で京へ向け疾走する。この時羽柴秀吉にしんがりを任せ、織田本軍の指揮も池田勝政に任せている。30日には朽木を経て、わずか10機ほどで京へ到着。続々と撤退してくる味方軍勢の到着を待ちながら、1日には改修中の御所を視察し、裏切りなどなかったかのように余裕に振る舞う。9日には京を出発し、裏切り者の浅井長政との決戦を胸に岐阜へ帰京した。思わぬ寝返りによって敵側になった近江領だったが、ただ領地が敵領になっただけではなく、実は信長にとって決して無視できない問題を残したことになる。それは京と岐阜を結ぶ重要な街道上に近江が存在していることである。つまり近江の浅井長政は、その気になればいつでも信長と京の連絡を断つことが可能になったのだ。連絡線が断たれる、それはすなわち補給路も断たれるということ。これは早急に手を打たねばならない。このことが浅井討伐、姉川決戦へとつながるのである。元亀元年1570年6月21日、信長虎御前山、織田軍3万、小谷城にこもる浅井軍5000、城攻めの定石は籠城軍の約3倍と言われており、織田軍が圧倒的に数的有利に立っていた。しかし信長は力攻めをしない。日本中に数ある堅牢な城の中でも特に際立った硬さを見せる小谷城を力攻めにしては、相当の時間と兵の消費が必要と踏んだのだろう。そういう事情もあってか、信長は野外決戦に持ち込みたかった。実は信長はそもそも野外での決戦を好む傾向があった。野外決戦は勝利して壊滅的な打撃を与えれば再起不能まで追い込むことができるからである。だがこの決戦は容易ではない。なぜなら負ければこちらも大打撃を受ける可能性があり、最悪はお家断絶まで追い込まれる可能性すらあったからだ。故に一般的な大名は極力決戦を避ける傾向にあった。あくまで確実に勝てると踏まない限り決戦には臨みたくなかった。したがってほとんどの大名はこの決戦の経験が生涯で一度あるかどうかというものであった。しかし信長は違った。これまで幾度も決戦を挑み勝利を積み重ねてきた。まさにこの決戦を自らの得意分野と分析し、効果的に用いてきたのだろうと推察される。確かに今回の場合、浅井軍がこもる小谷城を力攻めにすれば、浅井長政を討ち、浅井軍は壊滅させることができるだろう。しかし信長は浅井長政だけではなく、越前の朝倉義景、そしてその先にいる上杉謙信のことも見ていたのだろう。浅井軍の背後にいる朝倉軍を一緒に叩くことで、さらにその先の上杉謙信をも牽制するというところまで計算していたのではないだろうか。そしてこの旅もその大きな目的を達成するために、最も効率的でかつ自信のある野外決戦にて、浅井朝倉軍ともども再起不能になるまで打撃を与えたかったのだと思われると、同時にそれを正当化する理由として先に述べた京都岐阜の連絡線を遮断する位置にある近江領をいち早く確保したかったのであろう。ところが浅井長政もそのことは重々承知しており、安易に城から打って出ることはしなかった。ましてや現状の戦力差では圧倒的に分が悪い。そこで朝倉軍の援軍を待ってから動くことを決めていたと予想できる。そのような両者の腹積もりの中、信長が先に仕掛ける。6月23日、小谷城下町の焼き討ちにも動かない長政を見た信長は、虎御前山から全軍を一旦南に後退させる。これは相手に背中を見せてわざと隙を作り、小谷城から出てきた浅井軍を返り討ちにするという計略も含まれていたようだ。もし浅井軍が本格的に食いついてきたら、取って返して一気に叩いても良いだろうとくらいにしか思っていなかったかもしれない。一方浅井長政は小谷城から様子見も兼ねていたのだろう。まずは一戦とばかりに2000の兵を繰り出し追撃。小谷城すぐ南にある川沿いで織田軍の伝軍500と小競り合いを行う。しかし本格的な戦闘にはせず、一旦ここが潮時とばかりに小谷城へ引き上げる。この辺りはさすが戦巧者の浅井長政である。おそらく織田軍の釣り作戦だと気づいていたのだろうし、
本格的な決戦はまだ先だと決めていたのかもしれない。6月24日信長は戦術として浅井長政を釣りつつも小谷城から南東にある四条の横山城を囲むため後退する。この時も信長は長政が追撃してきても対応できるように整然とかつ悠然と陣を移動させていたのかもしれない。そして信長率いる本軍は横山城包囲には加わらず、横山城からすぐ北にある龍ヶ鼻に本陣を構える。この時横山城を包囲したのは柴田勝家や羽柴秀吉の主力部隊であった。ここで信長本軍と主力部隊を離れて配置したのには理由がある。本陣を薄く見せて隙を作り、小谷城から浅井軍をおびき出すためであったようだ。つまり信長が打って出てきて我が首を取ってみよと言っているような心理的な挑発をしている。これは浅井長政にとって小谷城の四条である横山城がとてつもない大軍に包囲されており、是が非でも救援に行きたい気持ちでもあった。横山城は小谷城の補給路に位置していたこともあって、ことさらに長政は救援に駆けつけたかったことだろう。信長ももしここで浅井軍が横山城救援のため小谷城から勢いよく打って出てきたなら、待ってましたとばかり横山城を包囲しているだろう。織田軍の主力部隊の包囲を解き、その部隊を素早く移動させ一気に野外決戦で決着をつけるつもりだった。そのつもりで小谷城を睨みながら準備していたことだろう。しかしそれでも浅井軍は動かない。おそらくこの計略も長政は予見していたのだろう。悔しいが今は動くべきではないと判断し、状況の変化、つまり朝倉軍の援軍を待っていたのだ。ここに浅井長政の大将として気を見出す素質がうかがえるような気がする。6月25日いよいよ朝倉軍の援軍8000が小谷城へ到着。織田軍が分散している今、待ちに待った援軍8000を得た。浅井軍にとって今が絶好の好機である。長政はこう叫んだに違いない。時は満ちた。6月26日、信長の本陣のある龍ヶ鼻に徳川家康5000の兵が一番遅く着陣。おそらく信長と家康の間でこのようなやり取りがあったのかもしれない。遅いぞ、白兎。まあ来たからには頑張りますよ。ここに織田徳川連合軍35000、浅井朝倉総勢13000の兵とともに時の主役たちがここに集結した。だがしかし、ここから姉川を隔てた決戦に至るまで両者思いがけない展開を見せることになる。元亀元年6月28日未明、浅井朝倉軍13000がいよいよ移動を開始する。意気揚々と小谷城を出発し、大地を踏み鳴らしながら行軍。小谷城から南南東にある大寄山に陣を構える。陣を構えた後、軍議を開く。この戦力差でいかに信長を蹴散らそうか。軍議の末、方針を決めた浅井朝倉軍は一旦その山から降りて北へ移動を開始する。山を降りつつ北へ移動したことによって、その南方に陣取る織田軍からは姿が見えない位置につく。自分の行動を敵から見えないようにしたのである。そしてそこに身を潜めること長時間、亀のようにじっと動かなかった。対して信長、敵が山から北側に降りていったため、その後の敵の動きが全くつかめずにいた。やがて長時間が経過し、敵は撤退したと判断する。これは信長にとってなかなかの誤算だったようだ。浅井朝倉軍の姿が長時間見えなくなったこの時、信長の思案の中では、まずは横山城を落とすことに注力しよう、そのうち敵も再び姿を見せるだろうから、その時決戦で雌雄を決しようと方針を変えたと思われる。ところがこの時、浅井朝倉軍は密かに信長の裏をかく行動を起こしていた。大寄山から北に降りて静かに西に移動をしつつ、密かに南下し、織田本陣と徳川軍の位置する龍ヶ鼻に夜襲をかけ、油断している龍ヶ鼻にある織田本軍を一気に蹴散らし、その勢いのまま横山城を包囲している織田軍の主力部隊も括弧撃破するつもりだったのだ。そうすれば数で劣る浅井朝倉軍にも十分勝機があるに違いなかっただろう。さらに姿を隠しての夜間行軍のため、まず間違いなく夜襲は成功すると浅井朝倉軍は踏んでいたに違いない。
必勝の策を胸中に秘めながら粛々と行軍し、途中で進軍を分けた浅井朝倉軍、浅井軍5000は東側を、朝倉軍8000は西側をそれぞれ姉川を目指してひたひたと進軍する。一方の信長はこの進軍にまだ気づいていない。徐々に距離を詰め順調に信長に迫る浅井朝倉軍。もはや信長が気づいても夜襲に備える部隊展開の時間が間に合わないレッドゾーンのすぐ手前まで来ていた。このまま戦になったら織田徳川軍は壊滅必至である。ところがここで浅井朝倉軍にとって予測不可の致命的な出来事が起こっていた。なんと朝倉軍は夜襲のための夜間行軍にもかかわらず松明を灯してしまっていたのだ。無理もない。なぜなら朝倉軍にとってここは自領地以外の勝手知らない土地。夜の暗闇の中で方角を定めることもままならず、8000もの大軍を整然と動かすには明かりがいる。さらに浅井軍との同時攻撃開始時間まで配置を間に合わせないといけない。そのような焦りもあったのだろう。一方の浅井軍にとってここは自領地の庭のようなもの。暗闇の中でも整然と歩を進めることができていた。いずれにしろこれを見逃すはずのない信長。すわ、敵の夜襲ぞ。即座に夜襲を見抜き応戦の陣外を指示する。横山城を囲む主力部隊にも三州の伝令を飛ばす。だがこの時点で即応できるのは今この場にいる本軍と徳川家康の部隊だけ。覚悟を決めて何とかその部隊を展開させ、姉川を北に見て西に徳川軍5000、東に織田本軍を配置する。この時織田本軍の数はおよそ15000。明らかではないが本軍の旗本に加え身の3人衆がいたと思われる。対する浅井朝倉軍は姉川を南に見て西に朝倉軍8000、東に浅井軍5000の配置。この時通説では織田徳川軍は柴田勝家、羽柴秀吉含め13段の分厚い陣を構えていたとされているが、勝家秀吉は横山城包囲の主力部隊の中におり、急いで部隊を姉川に向けて移動中だったため合戦には間に合わなかったと推測される。また13段という陣も数こそあったやもしれないが、一段一段が薄く分厚いとは呼べなかったようである。実は両軍配置についた時、織田軍は姉川を隔てて浅井軍の目前にいたのだが、松明を灯していたのは朝倉軍だったので朝倉軍の動きしか見えていなかった。つまり西隣にいる徳川軍の対岸にいる朝倉軍の方を向いて陣を構えていた。ところがいよいよ空が明るくなってくると自分の対岸に浅井軍が陣取っていたので、おそらくかなり驚き動揺したことだろう。慌ててそちら側に陣の向きを変えようとしたが、合戦では陣外一つでも時間を要するので開戦時には間に合わなかった。したがって陣の向きを変えれずに初めから浅井軍から砲撃を受ける形になり、どんどんと押し込まれていく。一方の徳川軍、対岸に配置についた朝倉軍のことはずっと見えていたし慌てることもなかっただろう。家康は合戦前に信長に先陣に指名してくれないと帰りますからねと言っていたようなので士気も高かったことだろう。通説では徳川軍が奮闘し木を見て榊原康政が姉川を溶かして朝倉軍の側面を突き戦局を優位にさせたとあるが、実はこの時朝倉軍が陣取っていたのは2メートルほど崖上になっており、対する徳川軍を見下ろす位置取りになっていたようだ。これは何を意味するかというと、両軍とも兵を前後に押したり引いたりすることができないということになる。合戦は兵の身体、つまり前に進んだり後ろに引いたりしながら駆け引きをし、勝機で決定的な采配を行うのが常なのだが、それは平地で相対している時の条件であった。なのでこの時の徳川軍対朝倉軍の戦いは弓や鉄砲を用いた遠距離攻撃中心の比較的のんびりとした緩やかな戦況だったと思われる。西側での状況が状況だけに、そうなってくるとここでのポイントはやはり東側での浅井軍対織田軍の攻防となる。初撃で砲撃を入れて優位に立った浅井軍は姉川を溶かして織田軍を勢いよく攻撃していく。このままの勢い通り攻め崩したいところだが、実は浅井軍の目の前にある姉川の渡過ポイントが意外と狭く、兵をなかなか数多く繰り出せず織田軍に致命的な一撃が与えられずにいた。
やがて初めの浅井軍の大撃を耐えて徐々に体勢を整えた織田軍の一部がさらに東側に少し移動し、渡河中の浅井軍の側面を突くようになり、浅井軍の新手を繰り出す勢いがそがれていった。これを見ていた浅井長政は即座に撤退を決意する。なぜならこの奇襲のポイントは素早く織田本軍を叩き、その勢いのまま後続の主力部隊も蹴散らすことであったからだ。それが達成できずに時間をかければかけるほど織田軍の背後から続々と主力部隊が繰り出され、逆にこちらが兵数で押し切られることになる。長政はこの機を敏感に察知した。ここでも浅井長政の武将としての器量がうかがえる。6月28日午前、織田軍に決定的な打撃を与えられないと判断した長政は渋りながらも潔く撤退を決意し、姉川から北に位置する小谷城に向かい後退を始める。同時に朝倉軍も小谷城へ向けて撤退を開始する。朝倉軍は徳川との本格的な合戦を行っていなかったようなので、もともと損害も少なかったのだろう。東隣から同じ小谷城へ撤退する浅井軍の撤退路をしっかりと確保している。一方、浅井軍の撤退を目の当たりにした織田軍は今川後期とばかりに猛烈な追撃を開始する。北に向かって撤退する長政めがけて猛烈に攻め立て、浅井家が誇る武者遠藤直常を討ち取るなど、ある程度の損害を与えることに成功している。織田軍の西隣に位置している徳川軍も同時に北へ撤退する朝倉軍の追撃を開始した。通説にある徳川軍の榊原康政による迂回攻撃はこの時になって敢行したのではないかと推測される。確かに相手が撤退している最中なら部隊を側面に回らせ姉川を渡河し、撤退途中の朝倉軍に側面攻撃も可能である。そこである程度の効果的な打撃が与えられたのではないかと考えられる。しかし浅井朝倉軍ともに兵力にも大きな損害はなく、しかも負け戦での撤退でもなかったことから、両軍の士気もなんとか持ちこたえ壊滅するほどの大きな被害にはならなかったようだ。両軍側から見れば戦況を正しく理解し、手際の良い見事な撤退劇だったと言えるだろう。一方の信長にとって一応勝利は収めたものの、当初の目的である浅井朝倉両軍を決戦で再起不能に至るまで叩きのめすことはできなかった。浅井朝倉軍に致命的なダメージが与えられなかった織田軍ではあったが、横山城を奪取したことで京都岐阜を結ぶ街道沿いにある連絡線はかろうじて確保できたことになり、一応の目的は果たされたと言えよう。通説ではこの姉川の合戦で信長が浅井朝倉軍に致命的なダメージを与えたということになっている。その実両軍は余力を残して撤退していることから、新説では織田方の完全勝利というわけではなく部分的ではあるが、今後の織田の活動が確実に有利に転じた契機の合戦になったことには相違ないだろう。では信長にとってこの合戦の転換点はどこだったのか。虎御前山からわざと隙を作っての後退、浅井軍を誘い出すように市場の横山城を包囲し、本陣を手薄にして部隊を分散させ自分が餌となる罠を仕掛ける大胆さ、ここまでは信長の戦術のうまさを存分に物語っている。やはり決め手は浅井朝倉軍が大寄山から降りて姿が見えなくなった時に撤退と判断したところか。あの時に夜襲があるかもしれないと思って横山城包囲部隊の一部でも戻しておけば、あるいは浅井朝倉軍にもう少し打撃を与えられたかもしれない。一方の浅井長政、当初3万の織田軍に小谷城を睨まれ城下を焼かれたにもかかわらず挑発を我慢し、度重なる信長の釣り作戦にも耐えていた。当然浅井軍が5000という兵力差があったからかとは推測されるが、貨幣での戦い方を知っており、また籠城という策は味方の援軍があって初めて功を奏すと言われているように、朝倉軍の到着まで無謀なことをせず、さらには籠城から反転打って出て野戦に臨む際にも合戦の機微を熟知しており、撤退のポイントを寸分たがわずに見極めて実施するあたり、決して波の対象ではないことが見て取れる。なんといってもあの織田信長に引けを取らない采配のうまさが出た合戦だったように思えてならない。このようにこの姉川の合戦は通説とは異なり、浅井朝倉軍が一方的に負けた戦ではなく、両軍の将の良さが際立ち、お互いにそれぞれの妥協点に落ち着いた合戦の結末だったと言えるかもしれない。さて今回の日本史の旅、楽しんでいただけましたか。歴史の舞台裏や知られざるエピソード、これからもたくさんのお話をお届けしますので、引き続きご視聴いただければ幸いです。今回の動画が面白いと思ってくださった方は
チャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。歴史への思いや感想、応援コメントもお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。